野田智介さん。日本の川を、そして世界の川をカヌーで旅する川の旅人。自由気ままに自然と共に暮らすナチュラリストです。野田さんの愛犬ガク、どこへ行くのも野田さんと一緒、いつも仲良しのコンビです。倉本壮さん、富良野に移り住んでもう16年。北海道を舞台に数々の名作を世に送り出している作家。自然と旅を愛してやまない行動派でもあります。野田さんとはカヌー仲間の倉本さん、今日は久しぶりに一緒に川下りです。もちろんガクとも久しぶりの対面、ガクも嬉しそうですね。そして今回2人と同行するのは山城正三先生、釧路短大の教授。幻の魚イトウの研究を長年続け、昭和46年日本で初めてイトウの人工授精に成功しました。釧路湿原は3人それぞれにとってとても大切な場所、危機にあると言われているだけに湿原の今はとても気になります。スタートは標茶町の海運橋。3人と1匹が乗り込んだのはカナディアンと呼ばれるタイプのカヌー。春とはいえまだまだ肌寒い風の中、2艇のカヌーはゆっくりと出発しました。今ではもう面影はありませんが、この辺りはかつての湿原の北の外れ。急速にその姿を変えつつある釧路川と湿原は3人の目にどんな風に映るのでしょうか。今回のコースは標茶町をスタートして湿原を抜け、岩勃起水門までのおよそ40キロ、1泊2日の川旅です。春まだ浅き湿原の風景をたっぷり楽しみます。僕この川ちょうど今日今回11回目ですよ。最初来たのが20年前でね。あの時の感動というのはもう凄まじかったですね。そうですよね。20年前。20年前。でまだ水のね、やっぱ1メートルはあったですね。高かったですね。普段の水位が、平常水位が。でいろんなところにまだあの湿地が残ってて。僕はその時見たのは牛がそのまま浜に込んでね、立ったまま死んでるんですよ。腐ってね、牛が腐ってましたね、立ったまま。いや、それが湿原ですよ。なんかああいうあの面影はもう最近ないですね。やっぱ北海道のカヌーってね、今がやっとこれからですね、そういうところですね。季節的に、そうですね。今でも結構水温低いでしょう。さっき測った10度ですね。10度ちょっときついでしょ。10分以内に上がんないと。伊藤の大きさの記録ってのはどのぐらいなんですか。2メートルっていうね、その話なんですけど、足の上では2メートルって言われてます、ね、なんか鹿食ったと、鹿を食べて鹿のその角で腹が裂かれて、そして死んで横たわって河川を止めて洪水になったとかね。なんかそんな話聞いたことありますね。オーバーな話がありますよね。伊藤もどう猛だって言うんで、あの当て字ではあの魚偏に鬼と書いてね、伊藤と読ませますけども、でも私がこういろいろ調べてみたり飼ってみたりしたら、伊藤は比較的神経質なデリケートな魚ですよ。もう人によるとすぐもうパッと逃げてしまいますしね。もう最近ではあれじゃないでしょうか、7、80センチになったら記録になるんじゃないでしょうかね。もうそれこそニュース報道新聞記事に載るほどですね、1年に1、2匹上がるかどうか、もう今では全く幻って言われるほどあれですから、ほとんど見ることはできないですね、天然のものは。
随分護岸ですね。そうですね。すごいですね。こんなところなんで護岸するんだろうな。これダメですよ、こんなことしちゃ。これ見たことないな。五十分橋から海面。こんなに変化も何にもないところに護岸するのかな。牧草地であることは分かるけれども。来い。対空するとね、ああいうふうにしてや、岸で走るんですよ。あれ、岸は面白いんですね。鳥の巣があったりして。ああ、なるほど。あいつ、卵飲むの好きなんですよ。ほんと、鳥の巣も。親から頭つかれて、方法の手で帰ってきたよね。倉本さん、この辺りもいずれ全部コンクリート張られるでしょうね。そうでしょうね。どうですかね。ありとあらゆる口実見つけて。確認すればいいんですよね、ずっとね。ガクと3人がのんびり下っている釧路川は全長129キロ。屈斜路湖を源として太平洋に注ぐ堂々とした美しい川です。その下流に広がるのが釧路湿原。面積およそ1万8000ヘクタール。もちろん日本最大の湿原です。ボーボータルというにふさわしいその風景は、朝日に輝き夕日に照らし出され、四季折々にその表情を美しく変えていきます。一見荒涼としたその景色の内側は豊かで生き生きとした世界。タンチョウやオジロワシ、アオサギなど170種もの野鳥たちが飛び交い、エゾシカが群れ、およそ2000種類の動植物が息づいている。釧路湿原は命のゆりかごでもあるのです。1980年ラムサール条約登録湿地、さらに1987年国立公園に指定。3000年という長い長い時の流れの中で、少しずつ堆積された泥炭地とその中を大きく美しく蛇行する釧路川が、世界でも有数の湿原を作り上げてきました。しかし周辺の開発や森林の伐採などで、その面積は年々減少し、湿原も乾き始めていると言われています。これは全部柳ですね。そうですね。ほっとけばこれたちまちいい花繁林になるけど、すぐ買っちゃうんだろうな。そうでしょうね。風がないとよく済むんだな。伊藤は先生、海に出ることはないんですか？北海道にいる伊藤、まあカラフトと同じなんですけど、カラフトの伊藤はもうほとんど海に下るんだそうですね。下るんですか？え、下るんですか？海に下って、産卵になったら今度淡水に戻ってくるって言ってますね。だから魚、北方系の魚全部そうなんですけど、緯度ですね、北緯何度の、その緯度が北極に近くなるしたがって境界性は強いってこう言うんですよ。だから本州でいう山目ですね、ここで山辺山辺って言うんですけど、あれは下らなくて淡水だけで産卵するってことは、もともとあれ桜マスですから、海に下るその習性は持ってるんですけど、下る時にもう水温が高くて、海の水温が高いために海に下れないんですよ。それだって河川内だけでもう再生産を行うんですよね。だから山辺と山目どこ違うなってよく言われるけど、いや同じだけども、北海道の山目は海下るから山辺って言うんだっていうこと言うんだけど。しべ茶町海運橋をスタートして3時間、日もすっかり高くなってきました。カヌーを岸に上げて、さあそろそろ食事の時間です。川岸での食事はツーリングカヌーの大きな楽しみ。今日のメニューは倉本さんの地元富良野のワインと野田さん特製のサンドイッチ。
話にもますます熱が入ります。北海道は僕は一番最初に北海道の川の印象が一番強かったんですよね。水位が高くて水草がこう川の中にねこう滑であれして、河原の自然のこの部分っていうのはものすごい命の宝庫だと思うんですけど、どうしてこういう本当に護岸をしちゃうんですかね。本当にめちゃくちゃにしてますよね。あのやり方 その野蛮さっていうか、彼らは絶対我々を説得できないですよ。これをこれだけ護岸する理論がない。特になくなってるんですよね。それはもう20年前から30年前から言われてるんですけども、大発区っていうのは話をすると我々は市民とは話し合いませんと、はっきり言いますよ。市民に理解してもらうんですと、はっきり言いますよ。一度開発局の人に説明してほしいですね。なぜこの白川をこれだけいじってしまうのか。これ日本で一番いい川だったんですよ、20年前。僕が来た時ね、初めて来た時は非常に感動しましたけども、あれから来るたびにもうひどいそのブルドーザーが入ってまして、いつも、もうこの川の中にブルドーザー入れるんですよ。はい、ね、で、浅いとこと深いとこをなくすんだって言うんです。稼働修正とか言ってね、あんなバカなことをして、それでしかも口を開けばすぐ自然を絶やすにって言うでしょ。あんな嘘っぱちはないですよ。富良野の育ち川が今護岸工事始めちゃったんですよね、直流をにしちゃって、河川の明日を見つめてってこう看板が出てるのね、みんな河川の明日を見つめてって何を見つめてるんだろうと思って本当不思議な気がするんだけど、やっぱりもうね、開発局、じゃ北海道に僕は行かないと思うね、はっきり言って。もう解散すべきでしょうね。それでね、もうやったんですよ、やるべきことは。そのことで、その仕事がその開発予算でもって、その土建のを刺激したいならばね、回復するためにね、その予算を投下してほしい、自然を。だから開発庁じゃなくて、回復庁っていうのをちゃんと。そうしないと本当おかしくなっちゃうと思うな。もう欧米先進国ではやってますよね。やってますよ、だから日本でもできないはずないんで、何釣れんの、何釣れんの、何も釣れんわああいう電池が釣ってるのはきっと桜マスの上になってるかもしれませんね。どのぐらいのものがいるんですか、ね、桜マスですからね、春先に入ってくるとやっぱり 40-50 センチの入りますよ。結構いい方があるんですね、美味しいんですよ。そしてそうですよね、この間僕の仲間がバンクーバーで寿司屋でね、寿司、鮭の寿司食って来夜中に2人当たっちゃって大騒ぎしたんだけど、あれやっぱり鮭っていうのは全くの生だと相当寄生虫みたいなものがいるでしょうね。ね、あれ咲くと時々虫が出てきますもんね。あ、そう。このぐらいのバンクーバーだったらあれでしょ、鮭っつっても白鮭でないでしょ、スケかなんかでないですか。違うんですか。ええ、スケじゃなくてね、ベニマスですね。ああ、ベニザケね。ベニザケですよ。白だけはほとんどもう犬にやってしまいました。ブグサーモンですね。ブグサーモンっていうのインディアンのね、あれ我々が食ってるとね、もう犬なんですけど、犬を食ってるんですよ、それ。だからね、酒のことは向こうではドグサーモンって、犬が食う魚だって、ドグサーモン、ドグサーモンって。それは日本で食ってる酒だもん。白酒です。ほぉあれ、アオサギじゃないかな。あれね、そうですね。白川もこう、これから下っていくと、こう目線がちょうどその遠くまで届かないわけですよね。だからその岸辺のその、なんていうんですか、その風景だけ見て、その奥の方が見えないから、湿原自体はカヌーで見たいっていう人にはちょっと物足りないかもしれませんね。そうですね。湿原の中の水路入っていかないと分かんないですね。分かんないですからね。迷うぐらい複雑ですか。もう迷路ですね、中入ると。この辺は結構蛇行してますね。そうですね、この辺がある程度保ってますね。いいね、ここら。いいですね。
かでも出てこないかな。これ何の足跡でしょう。鹿でもですか。いや、ちっちゃいやつ。小さいですか。失礼ですね、したら。自然の中に身を置き、湿原の魅力に包まれる3人の旅はまだ始まったばかりです。湿原に夕日が沈み、やがて一段と静寂の時が訪れます。それは湿原が最も美しい一瞬でもあります。なんか怪しいものできてますねこれはね、うまいですからね。何ですか、これは。もともとはどこの料理なんですか。知らないですね、これなんとなく発作的に作ったらうまかったんですよあらフラノチアさんですか。あのね、系統としては、系統としてはね、ギリシャ料理風ですよ、うんうん、ギリシャ料理から湿原料理の、ちょっとアウトドア式の、イワシとトマトって非常に合うんですよ、うん、そうですね。これは僕はね、いつも一人でいるときね、仕事してて腹減って出てきて、トマトとイワシの缶詰だけあるとパッと作っちゃう。オイルサーディンでもいいですしね。後ろはイワシの産地ですから。そうですか。もう、あ、そうですね。後ろもそうですか。これのところでね、すごい面白いですよね。簡単なんですよ、至って。ああ、いけますよ、うん、あ、ちょっと塩出そう、うん、どう、うんうん、お世辞はなくていいよ。いやいやいや、本音です、うん、いや、珍味ですね。珍味じゃないよ、それ珍味ってな。いや、うまいでしょ、うん、美味しいですよ、うん、イワシのトマトカレー、うん、あえ、本当うまいんだよ。オリーブオイルだ。うまいんだから。ご飯天ぷらなんて作るの。めったに作んないですね。おいしいですよ。天ぷらの料理っていうのは、失敗してもなんかなんとなくごまかし効くでしょうカレーライスと同じで一応味はするし。しかしよく揚げ物なんてするしますね。うん、時々ね、気が向いた時はやるんですよ。それアウトドアの人はこれね、自分のとこでキャンプ張ってその辺にある野草とかね、うん、そういうものを取って食べるっていうのはね、なかなか、うん、自然にあった。僕は炒め物っていうのは何でも炒め物になっちゃうんだよ。その揚げ物ってなんか怖くてできないのね。揚げ物っていうのは、化け物ですね、うん、全然食えないやつが食えるでしょ、いきなり。あ、天ぷらの衣で、そういうところありますね。ああ、偉いですね。しかし揚げ物をするなんて。普段しないですよ、こんなの。川旅の、例えばユコンが下るときなんか、大体一生飯炊くんですよ、いつも。うん、で、一生飯炊くと大体2日ぐらい持つでしょ。でそれを冷えたやつをとにかくこう入れて、おじや、全部おじやですね。で朝飯は前の晩の晩飯の残り、晩飯はその昼飯の残りっていうふうに次々にこうなっていくわけですよ。ご飯さえあるとなんとかできますね。甘い。まあ北海道ですと一歩外に出ればみんな自然ですからね。だから無関心になるんですよね。ビル街、そうなんですよ、ただ北海道で今昆虫の話出ましたけど、やはりホタルがね、かなりいろいろ養殖して昔に返そうっていういろいろな運動が出てきますよね。
ね、だからやっぱり、うん、考えてみたら私が子供の頃にはもう行けばみんな水のあるところを蛍が飛んでましたからね。それ出てきたんですよ、フラマギー。あ、フラマギーね。あーはーはー、それでね、ちょっと端っこの方なんですけどね、あんまり言うとすぐあれされるから黙ってるんですけどね、ホタルがバーッと出ましてね。それは農薬がなくなったからでしょ。何のせいですかね。とにかく今年も行こうと思ってるんですけどね。今あの鹿児島で僕面白いなと思ってるのは藍鴨農法っていうのがあるでしょ。藍鴨を田んぼに入れて農薬まかないんですよ。そうすると最初はみんな面白半分にやったのが、それが非常にあの利益になるんですね。というのはね、鹿児島みたいなあの地方でも主婦が非常に意識高くて、無農薬 あの米だっていうとね、買うんですよ、高い金出して。ということは例えば村で一軒その藍鴨農法をやるとですね、すごく儲かったっていう話聞くと、みんなが俺も俺もってやるんですけど、村全体が藍鴨ばっかりやる。農薬まかないでしょ。どういう風になるかというと、その近くの川がね、昔の川になるんですよ。ホタルが水田、水田です。で、源氏ボタルなんじゃ向こうは全部。去年僕ね、ちょうど今頃ですよ。来週から僕あの見に行こうと思ってるんですけどね。源氏ボタルが復活して、この木にね止まってるんですよね。クリスマスツリーみたいなんですよ。そんなに。もう今月ずっと。この店は来月にかけて、鹿児島はね。あ、そう、で、そのホタルが観光源にもなるし、すごいですよ。で、それ、あの川に潜るんですよ。とね、カマツカっていうあのハゼみたいな魚がいるんですよね。あれ、関東から以南には、要するに15センチぐらいになるんですよ、普通。こんな大きなね、ハゼで。で、とても美味しいんですよね。それは関東周辺で、東京に僕はもうだいぶいたとき、5センチ以上のやつは全部ひん曲がってるんです、背骨が。また溶けてるんですよ、尻尾が、農薬で。農薬でね。でもう10センチっていうのはまず育たない。みんな農薬で死んじゃうんですね。鹿児島に行くとね、15センチのカマツカがね、乱舞してるんですよ、川に潜ると。嬉しかったですね。僕は子供の時の、日本の川はああだった。私大きな川はダメですね、もうダムができてるから。だから小さな川で何十本かあるんですね、まだそういう綺麗な川が。非常にな、今年はなんかそういう遊びしようと、川遊びしようと思って。ホタルがいるでしょ。源氏ボタルってほんとね、100匹取ってビニール袋に入れてこうするとね、原稿を書けるって言うんですよ。そうですか。今年書いてみようと思って、ホタルでこうしてね、ホタルの光で。いいね。ちょっと楽しみなんですけどね。だからね、子供たちでも自然の体験学習なんて今になってね、いろいろね、言ってますけどね、経験してないし、見たことないし、本や絵でしか見てないもんですからね、実感が湧かないわけですよね。そういう実感を湧かせるために体験学習をやるんでしょうけど、その体験学習自体も養殖物を見せたりなんかしてね、でもう不自然な体験学習なんですよね。全部第二次情報、第三次情報ですよね。そうそう、だから第一次情報っていう一番のその体験から来る情報っていうのを子供たちが全然受け止めてないから、持ってないから、かわいそうですよね。今のね、30代、40代の、親がダメなんですね。そうです。だからね、小学生の子供のね、親はね、もう実際自分自身でも体験してないんですよ。そうですね。でもね、同じ昭和30年代、20年代、30年代の親って言ってもね、今女性がね少し意識をね、持ち始めてますね。男性がダメね。本当に男がダメ。男はダメですね。男の親が。もう見事に男の親がダメね。受験勉強で全部すり減らしちゃったんだよね。男の親自身がね、きっとそうだと思う。受験勉強以外何もしなかったんですよ、多分。駒遊びとかパッチンとか。僕は非常に面白かったのはアイヌ民族のね、その思想っていうのはね、我々ほら内地で生まれた人間っていうのは水が凍って氷になるって発想があるじゃない、アイヌ民族の発想っていうのは氷が溶けて水になるってところから始まるんだよね。だから冬から始まるんですね、春夏秋冬じゃなくて、冬春夏秋なんですね。あれは僕はすごくショッキングだったな。氷が溶けて水になる、氷が元なんだよね。
やっぱりイヌイットとちょっと似てますね。似てますよね。僕はあのニコルとイヌイットのとこ行った時に、あの道具が全部似てるんですね。ああ似てますよ。竹を取る道具なんかそっくりなんですね。だからあのあやとりなんかもそっくりのあやとり。ああそうですか。だからロープトリック、僕はね熊本で教えてもらったロープトリックあるんですよ、お母さんおばあさんから。それとっておきなんだけども、やろうとしたら向こうが先にやっちゃったですよ、同じやつを。だからなんかつながってますね。これ昔の先住の人たちは自然を愛して自然と共に生きたから、そのいろいろな食べ物においても自然のそのなんて言いますか、そのものを生かしたその貯蔵法だとか、ルイビなんていう言葉だってね、ルイビなんてね、先ほどね貯蔵するで、もともとこの辺の先住の人たちだって、あのタンパク源としてはあの秋の秋味、春の伊藤って言いましたからね。伊藤は春なんですよ。春に産卵のために川に登るから、それを取って、してある程度だけ食べて、あとはまた、あの、子供を増やすためにね。そういうその生活の中に生物を愛し、共存するっていう気持ちが思ってたんですよね。自然と共に生きていた先住民族の人たちは、湿原が不毛の地ではなく命のゆりかごであることを知っていました。その大切な湿原を守るために結ばれたのがラムサール条約。正しくは特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。もちろん保護の対象は水鳥ばかりではなく、湿地に生きる全ての動植物、つまり生態系そのもの。1971年イランのラムサールで採択され、日本は1980年に締約国となりました。湿地といってもその定義は広く、湿原、干潟、水田など水のあるところはほとんど含まれます。最近ではワイズユース、つまり湿原の賢い利用法という一歩踏み込んだ議論も起こっています。サハラにしてもそうだし、鳥にしても水鳥なんかの場合パスポートなしでこういう、行き来するわけじゃないですか。あのパスポートもビザもなしに。なしね、そしてね、だからその非常にグローバルな動きですよね。サケだってあのパスポートなくその外国の水域へ行ってるわけですからね。だからこの地球のその生態系っていうのは日本だけのものであり得るわけがないしね。だから日本っていう一国でものを考えちゃいけないだろうと僕は思うし、特に環境問題なんていうのは全地球っていう一つのものを考えるわけだからね。あの明治維新と同じですよ。だから明治維新の前に藩をこうぶち壊すっていうことはものすごく大変なことだったと思うのね。で同じ意味で今やっぱり国をぶち壊して地球っていうものにするっていうのは同じその試練に立たされてるっていう気がするのね。まあ、ラムサールの意義もそこにあるんですけどね。そうよね。まあ、日本だけでなく、その、あの、渡り鳥のね、そういう通路、あるいは休憩地ということで出てきたんですが、それが鳥だけでなく、僕らはもっとこう、底辺の広いね、そうですね、もうあらゆる生物のね、生態系っていうのは鳥だけじゃないんだと。鳥だけじゃないですよね。その他のね、昆虫においても、魚においてもね、そういうものをみんなでね、こう一つ守って、そしてそれでなければ、あのラムサールの趣旨にはあんまりね、乗っ取らないなっていう気がするんですね。そこが一番大事なんじゃないですかね。そうなんです、従来日本では湿原とか干潟とか、ああいうものをすごく蔑視する、汚いものとする、あれありましたね、邪魔な扱いです。それは最近やっと、それは実はすごくあの大変なも大事なもんだ、大事なもんだって分かってきて、分かりかけてきたんですよね。民間人はもう変わってますよ。もう10年前から20年前から、干潟を大切にしようとか言ってますよ、随分。だけどまだ政府が気がついてない。政府なんですよね。それを変えるためのその民間の何かを作んなきゃいけないでしょうね。
民間の圧力団体は、そうですよね、ないんですよね、チェック機関が、うん、圧力団体とか何もないんで、だなんかね、自然を行政から守るっていう言い方がね、今成立しちゃうぐらい、うん、そうそう、あの行政がその自然をぶっ壊してるって感じがするね。本当にね、あの行政こそ自然の、うん、もう敵なんですね。今の日本ではですよ。これ外国に言うとね、そんなバカな話ないって言うんですよ。だけどまさにそうなんですね。先進国ではね、そういうこと考えられないんだけども、日本はまだ後進国なんですよね、そういう点では。それは過発症があるぐらいですから。開発途上局国なんです、うん、もう開発はいいですよ、うん、そろそろね、これ回復長ですか、回復長ですか。2日目は小雨、朝もやに包まれた釧路湿原の清冽な美しさは例えようもありません。さあ今日のスタートは東呂湖から釧路川へ流れる支流荒木内川、湿原の中でも太古の姿が色濃く残っているところです。3人と1匹を乗せた2艇のカナディアンカヌーは川面を静かに進みます。命のゆりかご釧路湿原、その魅力は自然の中に身を置き、自然と一体となったものだけが味わえるのかもしれません。ああここから下は湿原っぽいですね。これからですね、それから今度本流の合流点から今度蛇行していきますからね。ああそうですか、なんかこれ山木の目も少しあれですね、昨日の神から見ると出てますね、出てますね、はい、船使うと全部資源の魅力がこう味わえますね。そうですね、資源のいいところはこれ船がなかったら大変ですよ。そうですよね、でまずあの日本みたいな混雑したところでは資源には人が来ないから、うん、船で行くときは本当にあの贅沢ですね。そうですね、空間を独り占めできるし、ただこれ川下りはですね、目線がその遠くまで行かないというところで、ね、大抵いいじゃないですかね、うん、あの工房たる自然地帯を見下ろすんでなく、川岸のいろいろな風景をこう鑑賞しながら船を下るということは、なんか風味があっていいんですね。なんか本当にこう取り囲まれてるって感じですよね。そうですね。釧路湿原も船で行く限りあのすごくいいんですけども、ちょっと目線が我々低いんで、ちょっと上から見るとこれめちゃくちゃでしょ。ああ。ね、ちょっと高いところから見るともう本当にあの昔の半分もないし、川っていうのはあのそういういいところとやっぱ悪いところとありますね。川から行くとせいぜい1メートルでしょ目線が、分かんないですもんね、岸に上がってみないと。そうですね、オーストラリアカヌーで行った時もう周りがものすごい緑なんでね、もう鳥は飛び交ってるし、なんてすごいんだろうと思って夜キャンプしにこうキャンプ地探しに森の中入っていくと、もう10メートルも行くと赤茶毛って、羊の死体がゴロゴロあるんだよね。帰りに空から見たら本当に川の縁だけが緑だったな。例えば小瀬沼の中っていうのはこういうふうに感じて、ね、それだけの水ないです。小瀬沼は小さすぎますよ。あれでしょ、あの船は出せれないんですか。そんな大きさないですね。ないですもんね。ただ木道の上ちょっとあんまり小さいんでびっくりしますね。あれ。あ、そうですか。有名な割には。あ、そうですか。本当にちんけなもんですね。昨日飲みすぎたんで喉渇いてるんですよ。トローリングしないの？ここ引っかかるんですね。うん。魚が狩ると根っこに巻きついて。あ、そう。必ずやられます。
このウグイ大きそうだからこのウグイはこの竿をギューッとひん曲がるでしょうね。あものすごく大げさに面白いですよ。ずっと水深が2メートルですね。あ、そうですか。そうですか。ちょうど2メートル、ね、この車で来ます。こういう不気味な川は内地にないから面白いですね。大探検だ、うん、大冒険だな。川の水面と柳がこう、そうですね、水平にこう川面に出てますもんね。ああまた来たな。あぶねえ、頭。こういう場面も悪くないですね。いいですね、こういう。もうね。ほっとしますね、護岸がないのは。雨に、やっぱり、霧人が入って。歩くことなんか釣れそうですね。でもね、やってみますか。たださ、何でもいいから釣り上げたら1000円払う。オッケー。うしな。針たくさんつけて、ハエ縄式に。うぐいなら来たるかもしれませんよ。なんか出ててろ。あれじゃね、小さすぎて。うぐいだ。まあ一匹は一匹だね。倉本さん1000円出してるからさ。とにかくこんな釣り方でも釣れるっていうのがすごいところだね、釧路川の。内地の川ではこんな大まかな釣り方で絶対釣れないんだけどね。釣れちゃったって。待望のウグイが釣れた。これ映像ですか。あ、これ映像ですね。このヒレだけこう赤産卵期になって赤くなって、うん、あれが出てこないやつ、島の普通のウグイだったら3本赤いやつが出ますけどね。釧路川で最も高価なお魚。天ぷらなんかにしたら唐揚げかなんか。地元の人はそのウグイっていう名前のイメージだけでもこれはもう雑魚の、うん、あれだって。玉川でウグイ握ってきてるのは大量ですよ。そうでしょうね、本当にはね。向こうはあれウグイとハヤと崩してます。ね、及川って言ってますね。及川、早、うん、平場屋とか、うん、あー、気持ちいいなぁ。いいね、あったかいし。日本の川で、ああいうふうに自然にこう、ああいう自然河川っていうのか、自然護岸っていうのか、うん、ここだけですね。ね、こういう、もうただの泥の木っていうのは。侵食されるっていうことは、結局そこの、その土砂だけが流れるっていう発想をしちゃうんだろうけれども、栄養分やなんかもその海に落ちてると思うのね。で、下の方でまたその、流された泥が溜まりますね。うん。
だから浸食っていうのも一つの自然の営みだから。そうなんですよね。浸食を悪だってこう言っちゃうのもまずいんじゃないかって気がするな。本当わずか残ってるっていう感じでしょ。自然のままとまあ言っていいでしょう。だからまさに野田さんの言うように、湿原の魅力っていうのは人が入ってこれないっていうところかもしれないね。だから入ってきちゃいけないんですね、あんまり。いけないと。だから湿原の有効利用なんていう言い方自体がね、その人間本位に考えてるあれだからね。本当、ワイズユースっていうのはちょっと僕は引っかかるんだけど、ああいう言葉。僕も引っかかるな。それは人間にとってのワイズユースであって、鳥にとってもっとそうそうユーズしたいとかね、できるような土地を確保するとか、そういう意味でのその湿原の意味っていうのを考えると、なんかこう今いろんなことをこう川なんかの問題にしてもあれにしても、水つまり水を見て川を論じてないって感じがしない。水を見て川を見ずっていう。だから湿原湿原って言ってね、湿原の中心部ばかりをね、あの保護したり保全したりしてもこれは意味ないと思うんですよね、だからまあ上流のいわゆる森林地帯からずっと下流の湿原まで、近郊の町村も含めてみんなでもって守らなければならないなっていうふうに僕は思うわけなんです、昨日に比べると随分あの自然のあれが増えて、増えたというか、この辺りまだ改修が進んでないんですね。そうですね。なんかホッとしますね。全般はずっともう毎年毎年めちゃくちゃにあのコンクリ化していったから、ちょっとあれ体に悪いのね、全般の川下りは。まあこれからあの岩ぼっきまでが湿原らしい湿原の川ですよね。まあ、本当わずか残ってるっていう感じでしょ。自然のままとまあ言っていいでしょう。今日は暖かくて昨日から見ると全然雨は降るけれどもいいですね。そうやってね、下るんだらね。暖かくなきゃ本当多少雨降ってても気持ちいいから。本当。特に釧路川みたいに流れの速いね、ところはもう漕がないで行くのが一番いいですね。ビールでも飲みながら。やっぱり釧路川っていうのは。その一般的したかと考えられますか。日本で僕は一番好きですけどね。人間の痕跡が非常に少ないというか、日本で一番清流だという四万十川があるんですけど、周りびっしりあの人家が並んでて、結構人間の匂いがしますね。牛の匂いばっかりですよ。川を愛し、湿原を愛し、自然を愛する少年のような旅人たち。3人と1匹のトムソーヤは静かに旅を続けていきました。